高評価しないと食べちゃうぞ。最近釣りが流行ってるんだよな。中でもこの青鬼釣りが一番流行ってるみたい。餌がメガネ、靴下、ブリーフって特殊だな。どうやら人間の匂いがついたもので釣るらしいよ。とりあえずメガネにしてみよう。釣れるかな。早く釣れてくれるといいな。なんだあれ、さっきからずっとこっちを見てるけども、なかなか餌食べてくんねえな。そのうち食べてくれるのを待つか。お、あっちでおじいさんが釣れたみたいだ。青鬼の顔出てきたよ。青鬼じゃなくて青鬼魚なんだ。青鬼魚釣り竿を食べ出したよ。そしておじいさんまで食べ出した。おじいさん食べられちゃった。そして逃げてった。この釣り怖すぎるな。それにしても全然釣れねえな。ずっとあいつはこっち見てるんだけどな。あれはブリーフ、ブリーフで釣る人発見。シゲルって書いてある年季の入ったブリーフだな。入れた瞬間に釣れるんじゃないのか。入れる前からもう顔出してきた。そしておじいさん食われた。逃げてった。さすがブリーフ。もう明日からブリーフ履くと決めた。それに引き換えメガネはダメだね。全然食べようとしてないもんね。あっちのメガネのおじいさんも苦戦してるからね。なんじゃりゃ、横から青鬼、いや半魚人青鬼みたいなの出てきたよ。そしておじいさん食べられた。釣りとかもう関係ねえじゃん。気がついたら隣で青鬼が釣りしてる。青鬼が青鬼を釣るの？あ、釣れてる。青鬼魚釣ってどうする気だよ。おじいさんが釣れるんかーい。そしておじいさん食べられた。なんでおじいさんが釣れるんだよ。意味がわかんねえよ。なんなんだここは。あ、ようやく釣れた。餌がメガネだったからかなり時間かかったけど、ようやく釣れました。普通の魚かい。普通の魚メガネ食わねえだろう。こうなったら餌を靴下にしてみよう。うわ、靴下から青鬼出てきて食べられた。皆さんさようなら。高評価しないと食べちゃうぞ。